天気予報です。今朝、四国などで猛烈な雨を降らせた雨雲は紀伊半島に移ってきました。この後、近畿は昼過ぎにかけて、東海は夕方にかけて活発な雨雲がかかるでしょう。東北は台風から変わった低気圧の影響で激しく降るところがありそうです。今日これからの天気です。九州と中国四国は次第に天気が回復するでしょう。近畿と東海は激しい雨に警戒が必要です。 関東も本降りとなり、日中も肌寒いでしょう。北海道は夜から雨となりそうです。週間予報です。明日も札幌から東京は雨が降るでしょう。北海道は太平洋側を中心に、暴風や高波に警戒が必要です。日曜日からは西から晴れの範囲が広がりそうです。天気予報でした。